配当ってそもそも何なんですかね。あ、皆さんこんにちは。日興アセットマネジメント非公式キャラクター青い人です。そうです、配当。みんなは知ってるんでしょ。はい、正直に言いますよ。私分かってませんよ。誰か教えてくださいよ。どうせ私分かってないですよ。どうせ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 。大丈夫ですよ。そういう正直なのって素晴らしいと思います。改めて説明しますね。まず配当とはですね、配当金のことを言います。企業が年1回決算をするときに出す現金のことです。中間決算を入れて年2回配当金を支払う会社が多く、株主に対して株主でいてくれてありがとうという株主還元の意味合いがあります。株を売らなければ定期的に入ってくるってこと？はい。でも業績が悪いときには配当金が減ったり、あるいは出さないこともありますし、たとえ利益が出ていたとしても配当金が出ない場合もあります。株主にお金を返すのではなく、会社の将来の成長のために研究開発や工場を建てたり、そちらにお金を回すこともあります。なるほどね。じゃあ我らがトレーサーズ S&P500 配当貴族インデックス米国株式もファンドを持ってる人には定期的に現金がチャリンチャリンチャリンと。あ、それは違います。確かにファンドには配当金が入ってくるんですが、そのまま現金を皆様にお渡しすることはありません。そうではなく、ファンドの資産に計上し基準価格に反映されます。ほうほう。当ファンドは S&P 社の配当貴族指数の中でも配当込み指数といって、構成銘柄から入ってくる配当金を考慮した指数に連動することを目的にしたインデックスファンドです。まあ、ちょっと難しいけど、まあでも要は私はファンドから現金もらえないよね。確かに配当金とは違いますが、投資信託には決算日に応じて分配金を出すタイプもありますね。毎月分配型とか四半期分配型と謳っているファンドは、投資家に分配することに積極的なファンドとも言えます。そうか、それは配当金じゃなくて分配金か。当ファンドが次の決算時に分配するかどうかは今は何とも言えませんが、決算を毎年11月の年1回としていることを見ると、積極的に分配していくタイプではないと言えそうですね。私としては今現金の受け取りは別になくてもいいから、基準価格が上がってってほしいわね。長く持ち続けるつもりだし。優しく教えてくれてありがとう。またわからないことあったら奥村さんに聞くね。ありがとうございます。でも日興アセットのトレーサーズチームには他にもたくさん優しい人がいるので、ぜひいろんな人に聞いてみてくださいね。